皆様こんばんは。今日はですね、ちょっとうちらも実はおとといまで今日デモができるのかどうかわからなかったんですけど、一応おとといですね、生徒の方からデモが出まして、今日も無事デモを行うことができますので、はい、デモをしたいと思います。去年は秋祭りでできなかったんですけど、多分ね、去年はあの今のうちまだ東北電鉄のところもあってデモしてたんですよね。で、足の方はなんかちょっとお祭りとかぶっちゃうところがあって人が出なかったんですけど、今年はこっちの桜山を回ってるので、多分影響がないということで、今日もやってたんじゃないかなと、だんだん、はい。まあ、自立まで分かんないし、すみませんでしたけど、まあ、うちでもちょっとそんなわけで、直前まで分かんなかったので、どうやったらいいかなと、変わらない。はい。デモコースは今いましたよね、いつもと同じですね。ここを出て、警察署を右に曲がって、東北銀行の角を右に曲がって、桜山の向こう側を抜けて、タンベル前を右に曲がって、一周して帰っていくというコースで一応1列になってます。で、まあ、消防署の前だけ、コールをしないで行くという形でお願いをしたいと思います。で、また後にも言いますけども、いろいろ雑誌の方がありますので、よろしかったら持ってきてください。で、以上はすいません、全体に行ってましたが、9月22日の日曜日、次の日曜日、3連休の真ん中なんですが、昼間というか夕方ですけども、デモをします。いつも金曜日だとね、来れない人もいらっしゃるかと思いますので、日曜日に来れる方が、お近くの方でいらっしゃったら、ちょっとお知らせをしていただきたいなと思って、お知らせを持ってまいりました。9月の22日の4時から、夕方4時からですね、スタートを、今日はここで同じ決まり独自をスタートしていきたいなと思います。で、今回は日曜日なんですけども、今まで、去年の11月、今年の3月ですね、日曜日やって、集会をしてからね、デモに出発したんですけども、今回はちょっと、集会をなして、まあ、ちょっとこんな感じでお話をして、すぐ出ますけれども、まあ、デモ主体の、日曜日のデモという形にしたいと思います。実はその前にですね、東北など、独自の東北文化祭、そんなのが、ちょっと宮城とか青森とか、あと山形とかにちょっとお話をしてですね、相談があるので、その会議の後にやるということで、この内丸の4時でもスタートしたいと思いますので、まあ、4時ちょっと前、10分か15分前ぐらい、15分前ぐらいですね、15分前ぐらいに来ていただければなと思います。はい。なんかこの日は、あれですね、なんか消費税だった。消費税は反対が出てるんですよ。あと前、この前か。なんか1時か1時半ぐらいから消費税の反対のデモが、あそこ、集会か。あ、デモは集会が1時からあって、デモが3時半から、集会が前ってあるのかな。あたりからスタートらしいので、デモの連チャンができますので、消費税反対が終わったあたりは、こちらの方にまた戻ってきていただいて、もう一周デモをしていただければと思いますので、よろしくお願いします。あとですね、その22日はデモはちょっと今回ですね、思考を凝らしたというか、思考を変えましてですね、あのデモに誘うと、結構その声を上げるのが難しいという方は結構いらっしゃるんですね。声を出すのがちょっとという方がいらっしゃるので、すいません、今回のデモはですね、スプレスコールを一切上げないと、黙っていくというデモをちょっとしてみたいと思います。ただそうするとですね、誰も振り向いてくれない可能性がありますので、それだけでデモの目的を果たせませんので、今回仙台からですね、実は車が1台、外線車が来てくれます。で、それの車の先頭してですね、そこから音楽をちょっと流しながら行きたいと思います。音楽を流して、私たちはその後ろをついて歩いていくという形にしたいので、できればその失礼コールがありませんので、今皆さんいろいろ、なんかプラカードとか横断幕とか、持ってくださってますけど、それ以降の皆さんちょっと入ってきていただけると、みんな先頭の人がその音楽を聴いて何だろうと見られたときに、ああ、ジャズ音楽もですねって分かるのかなと思いますので、すいませんが、ちょっと今回はその21日の日曜日のデモ、一切コールを上げないでやっていきたいと思いますので、ちょっと自然的にやりたいと思いますので、ご理解いただければなと思います。はい、では、何が言いますか、そろそろ入りますか。先頭はちょっと、どこなんですか。皆さん、今日ちょっとね、スタッフがいないので、皆様にご協力をいただいているのは、まず旗を持つ方、あとドラムを持つ方、このドラムが2台いるから、1人でいいようなってことだな。ドラムが1台いましょう。
あとすいません、旗持っていただける方がいらっしゃいましたら、すいません、ご協力をいただければなと思います。あともう一名どなたか旗を持っていただける方がいらっしゃいましたら、あ、今日荷物が多い。すいません、荷物がないから、あ、沈んだ。9月13日、今日は56回目の脱原発盛岡金曜デモです。ちょっとですね、中継の手配が間に合わずに2週ほど中継が入れなかったんですけれども、今日はまた入らせていただきます。よろしくお願いします。私を含めて40名でした。今日は40名でデモスタートです。今日はですね、ちょっと実行委員自体も仕事の都合とかで今日はなかなか人が集まれなくて、thank you。
エラーメッセージ出ちゃってるんですけど大丈夫かな。ちょっと画像が乱れてたらすみません。盛岡でもデモしたいです。毎週金曜日のこの時間に脱原発再稼働の反対を求めてデモ行進をしています。今日本にある54個の原発のうち動いているのは関西電力の大井原発1基のみです。その1基が今度の日曜日東北銀行の前を通過しまして桜山神社の前の東大通商店街沿いに進んでいます。ちょうど今の岩手日報さんの前にかかってます。ネットワーク不安定ですっていうエラーがずっとで画面にこれ出っ放しなんですけども、すいません、ちゃんと映ってますかね。ちょっと切っちゃうと中継自体が切れちゃうのでこのまま行きますが、もしちょっと画面が見苦しくなってたらすいません。
東大通り商店街をまっすぐ来まして、右折して裁判所前交差点まで上り坂です。ここは県警とか消防署がありますので、一旦コール中止で通過することになってます。しまった、赤信号にはまってしまった。今現在気温は21度です。かなり盛岡は涼しくなったんですが、でも昨日一昨日あたりからちょっと蒸し暑い日がまた戻りましてね、日中は結構気温が上がってましたけども、まあ、夜になると20度21度ぐらいにはやっぱりなりますね。ちょうど今日からこの土日まで盛岡では八幡宮のお祭りで出汁が出たりして、まあ、いよいよ秋という感じです。置いてかれちゃった。ちょっとここの信号長いんで引っかかると置いていかれちゃうんですよね。ここ青になったらちょっと走ります。消防署です。ここは岩手県警ですね。原発やめて。
原発なくても電気は足りてる。神奈川原発今すぐ廃炉。東通り原発も今すぐ廃炉。原発いらない、まもなくゴールです。再稼働反対。原発いらない。
まあ、その行ける方、行けない方いらっしゃいますから、皆さん、車の範囲で行ける場所、あるいは何かの東京まで行ける方、行けない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 方、見える化をですね、二つ原発運動の見える化をしていけたらなと思っております。はい。何か分かりございますでしょうか。あ、49名。はい、ありがとうございます。ということで、あの、チラシがですね、ここら辺の植木の上とこの辺にも置いてありますので、よろしかったら皆さん持ってって、周りの人にお渡ししたいかなと思います。それでは、今日の50何回目かよく分かんなくなりますね。54、55。そんなもんだね。54回目の盛岡市国宝を終了いたしました。また来週よろしくお願いします。お疲れ様でした。56回目だと、終わってからまたね。どうもさっぱりメールで、いえどうも大丈夫ですか。ちょっとまだ時間です。大丈夫です。じゃあまた来週。どうもありがとうございます。はい、ということで56回目のデモは、途中あのなんかね、あのお店に行かれる方があのデモだっていうことで一緒に途中まで歩いてくださった方がいたということなので、49名の参加でした。ちょっと先週70名くらい行ったのでちょっと減ってしまったんですが、まあ、あのせっかく気候も落ち着いてきましたし、ね、また少しずつ人が増えていくといいなと思います。あとですね、今日の出発前に実行委員から説明をしたんですが、チラシあるかな。チラシないじゃん。ですね、今度の、22日日曜日に、日曜デモがあります。ですね、ブログの方でもあのご案内を簡単に出しているんですが、ですね、あの宮城の金曜デモの方の呼びかけで、あの東北各地でデモをやっている主催者があのちょっと集まってですね、あの交流会をやろうということになりまして、脱原発東北連絡会というのがスタートしました。まだあの集まり出したばっかりで何もやってないんですが、であの1回目仙台でちょっと集まって、ね、あの名刺交換とかいろいろ話をしたんですけども、その2回目の集まりを盛岡でやることになりまして、22日にあの仙台とか青森とかあの山形とかからあの来てくださいます。なので、まあ、せっかくですからあの皆さん来てくださるんだし日曜日だしデモもその流れでやろうかということになりまして、それで22日日曜日にデモをやることになりました。でこの日ですね、なんかあの消費税反対増税反対のデモもあるそうで、ちょっとぶつかってしまったんですね。それで時間的に16時からのスタートになります。16時からスタートはいつもと同じこの内丸緑地公園です。県庁向かいの内丸緑地公園、16時スタートです。9月22日日曜日、あの連休のちょうどちょっと真ん中でですね、いろいろあの、ね、ご家族とかご予定立ててる方もいると思うんですが、もしご都合のよろしい方はぜひご参加ください。あの金曜の夜なかなか出られなくてという方もぜひこの機会に参加してくださると嬉しいです。22日日曜日の16時スタート、この内丸緑地公園です。この日はですね、あの宮城金曜デモの方で脱原発カーっていう外旋車が、ね、1台あの古くなった外旋車をもらったんですかね、中古で買ったんですかね、なんかそれをですね1台持つことになって、あのいつもサウンドデモの時にあの楽器持ってこうリードしてくださるあの八戸のヤムさん、あの方が描いたイラスト、あの六ヶ所村ラプソディの上映会なんかのいろいろグッズとかチラシとかね、すごい素敵なの作ってくださってるんですけども、そのイラストでこうもうデコレーションした
脱原発運動専用の街宣車を作ったそうです。それで皆さん来てくださるということなので、ちょっと華やかな街宣車もお披露目で、サウンドデモです。こちらはですね、今回ちょっとその車から音楽を流して、で楽器やなんかは使わないで、こうただ練り歩くスタイルでやるということです。なので楽器よりかはプラカードとか、なんか皆さんこう思い思いのプラカードですとか、なんかこう傘にデコレーションしたのとか、そういうの、あと光り物とか、そういうの持って参加いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。詳しいことはブログの方でもまたご案内をしますので、ぜひブログの方もチェックしてみてください。はい、ということで、今日ね、最後一人実は参加してたという方が一人増えたようなので、ちょうど50名ですかね、50名参加ということで、今日のデモはこの辺で中継終了したいと思います。あと IWJ の岩手チャンネルでも引き続きスタッフは絶賛募集しておりますので、ちょっとやってみようかなという方、非常に非常に気軽にお気楽に声をかけていただければ嬉しいです。では、本日の中継はこの辺で終了いたします。また来週以降もどうぞよろしくお願いします。